このメニュー。世の中にはエイプリルフールに便乗して4月1日だけに本気を出す企業が存在する。R タイプシリーズやファミコン版スペランカーを排出したアイレムとかそんなんだった。タイプムーンもまた FGO をやる前は、エイプリルフールに本気を出す会社だった。今回はその歴史を見てみよう。2005年の企画。劇場版、猫歩くザムービー。これは、一体どんな企画なのかしら？月姫、メルティブラッドのネタキャラである猫歩くをヒロインにした架空の映画だね。当時はすでにフェイトシリーズが始動していたけれども、月姫メインの企画であるところに当時の片付きの懐かしい香りを感じるね。映画とメガネを愛する氷室の天地の作者も、こんなコメントを残しているわ。実際、猫歩くザムービーは、パンフレットと映画チケットも作られたのよね。そう、実質15年前になるね。フェイトの歴史が実質15年であるように、片付きのエイプリルフールもまた15年の歴史があるのだ。では、次、2006年はこちら。2006年、片付きの女性向けブランド、エンゲージを立ち上げての第一作、葉桜ロマンティック。まさか14年後に、ホワイトデー企画で大魔女キル系がオデュッセウス相手にうだうだやっているシナリオを作って出してるなど、知る余地もなかったであろう。内容としては、君とサタンに立ち向かう学園 ADV、青春編、目視編、創生編の3部構成だったそうね。結局ノリが中二じゃねえか。女性向けでも、インフレ世界観ものは結構受けるわよ。じゃあ次行こう。2007年。不思議エナジーコロナリバイブ。見るからに琥珀さんとマジカルルビーなのだ。星色ガールドロップに先んじて、魔法少女エイプリルフールを行っていた片付きなのだ。ちなみに星色ガールドロップのアンソロには、リオ先生も参加していたので買ったのだ。ちなみに、2007年は、プリズマイリアが連載された年よ。角川は真宙ちゃん先生を買っ。2008年、闘魂ムーン。片付きの各ヒロインたちが女子プロレスラーとしての団体を立ち上げて、架空のプロレス雑誌、闘魂ムーンの記事に出演しているという企画ですわ。フェイト組、フジネー組、月姫組、ラッキョ組に大きく分かれてたわね。この頃のプロレスといえば、ケロロ軍曹が発するプロレスに出演していたことを思い出すよ。タイプムーン10周年アニバーサリーファンタズムにこの闘魂ムーンの全文が掲載されているので興味がある人は買ってみよう。もう一つ、関連になるけれども成田良吾先生のストレンジフェイクのプロトタイプも2008年の嘘企画だわ。フェイクステータスナイト、だね。多分フラットが初めて出てきたのがこの企画から。では次、2009年。2009年、ムーンシネマズ。猫歩くに続く嘘劇場版シリーズだね。この年はいろんなネタ映画があって、猫歩く、や、葉桜ロマンティックの新作もあるよ。からの境界、未来副音もあるわね。ちょっとややこしくて、当時からアニプレとユーフォテーブルによるラッキョシリーズの劇場版はあったけども、当時は未来福音の映画化の予定はなかったっぽい。未来福音自体が、劇場版に合わせてキノコがノリで書いた番外編、後日談みたいな話なので、未来福音も映画化したらいいねー、くらいのノリだったんじゃないかな。マナちゃんが2020年には成人しているという事実。マシと同年代のワズなんだぜ、あの子、この年のキーになるのは、唯一、特設サイトまで作られた戦車男。だね、ミリオタのイスカンダルっぽい戦車男とウェイバーっぽいエルメロイの女のラブコメになるワズだったみたいだよ。ウェイバーヒロイン説。2012年にはこのネタを覚えていたユーフォテーブルが劇場版戦車男のネタをやって特別前売りまで作ったよ。あまりの得意点っぷりにライネスとか芝居殿のよりしろとかごちうさのちのちゃんみたいな声出す魔術師とかリゼロのレムリンみたいな声出す魔術師とか知られたらやべえ世界であることは間違いないよ。全部ライネスじゃないの。まあ当時はグレイもライネスもまだ設定作られてなかったわず。ずいぶん遠いところに来たものよね。じゃあ次平行。2010年、 DM った。2015年にも同じ企画やってたけど、
2010年にもやってたのだ。10周年アニバーサリーファンタズムはクソ縮小されてて読みにくいぞ。5年周期となるのかしら。これって片付きスタッフが、はい、2011年4月の魔女の部屋、星空メテオ先生の魔女ものだね。 FGO だとアビーとかセイレム系の設定組んだ人、ショートストーリーとして一作作った感じ。主人公の魔女エイプリルは魔女狩りの拷問で死ぬのは嫌だ、私は魔女ですと嘘をついたことで神様から罰を受けた魔女で、願いを叶える力を持ってエイプリルフール、4月1日だけ扉の鍵を外して来客を招くよ。部屋でついた嘘を叶えてしまうよ。魔女狩り、扉の向こうの世界と言うと本当にアビゲイルっぽいわよね。ちなみに本作は聖会者堂々館シリーズで単行本化されてるよ。朗読は坂本真綾さんだよ。こういうのもいいわよね。レクイエム2巻まだ時間かかりますかね。2012年、コハエス、沖田さんや釘宮さん声のノップの生みの親である経験値監督によるパロディイラストだよ。ガンダムエイジのパロだよ。毎年エイプリルフールを続けてハードルを上げすぎていたから2012年はおとなしめになったよ。ちなみにこの年はユーフォテーブルさんの劇場アニメ戦車男のエイプリルフールネタがあったわね。2020年のユーフォさんのエイプリルフールは鬼滅学園あたりありそう。2013年路地裏さつきヒロイン12級編、インターネットブラウザでプレイするアドベンチャーゲームだよ。謎のヒロイン X が出てきたのも2013年4月1日だよ。ネタがマジになる。サッチンと愉快な仲間たちによるすっとこどっこい冒険は、その辺にプレイ動画があるので君の目で確かめてみろ。次は2014年、TM チャンネル、ニコニコ生放送での番組企画だよ。赤生短歌チャンネル、実況ドリーム短歌キャスコ、路地裏ジオでググると有志のアーカイブが残ってると思うよ。某艦隊ゲームとのコラボ企画という名の実況プレイもあったわね。アニプレつながりで変達とか鬼滅とかとコラボしてええんやで。では次の2015年、DM ッター2015、 FGO がサービス延期が続いてて、実質的に FGO 始まる前の最後の企画って感じかな。2010年に比べるといろんなキャラが登場したりしたり、アーカイブも多く残ってるわ。須藤監督の桜がクソ可愛い。あと、キヨヒーのキャラデザ初公開されたのも2015年だね。やはり、この頃は全部残っているので、興味がある人は振り返ってみてもいいわね。そしてずっとここからリオ先生のターンだ。2016年、不具合で、FGO 内と片付き、FGO の公式サイトが利用か。あかん、これじゃリオ先生が死ぬ。ちなみに、リオ先生ネタは不具合として石1個配布されたわ。2017年、 FGO5、 ぶっちゃけるとポケモン GO の FGO 版だよ。おいたわしやリオ先生。この FGO GO の特筆すべき思い出として、23時からの1時間でこちらに手を振るドクターが出てくるところだね。英霊の座に登録されていないドクターは捕まえられず、最後に笑顔で手を振ってバイバイと言ってるかのような演出だったよ。2018年、 FGO GOA 東京キノコ美術館 B 産地の今日のご飯。まず FGO GA は去年の FGO GA の使い回しだよ。石をガトリングのようにして倒す感じになってたけどね。アビーのおでこ絆創膏はリオ先生が初出だった気がする。東京キノコ美術館は片付きページの企画ね。ナスキノコ先生のネタだったわ。あとは B 産地の今日のご飯、エミヤご飯アニメ公式サイトの企画ね。 FGO に言いたいことはいろいろあるけど、やっぱりあのアーチャーは無名、名義の方が良かったんじゃねえかなって思うよ。2019、 FGO クエスト、ドラクエ1のパロディゲームだね。ローレシアみたいなグダさん、かばうことができるマッシュ、そして賢者的なオルガマの3人パーティーだよ。大奥イベントと同時並行だったわね。
正直、1日で終わらせるにはもったいないゲーム、だという思い出が FGO 級にはあるかな。オルガマリーの存在もあって、なかなか気になるわよね。あと北米版でも企画として、スーベニア、フォトジェネレーター、っていう神経衰弱ゲームがあったらしいね。本気出しすぎだわ。さて、片月のエイプリルフールを振り返ってみたわけだけど、いかがだっただろうか。2020年のエイプリルフールはどうなるのかしらね。鬼監督とワニ先生、実装しようぜ。アニプレが拾った2倍 SSR じゃないですか。ワニ先生は片月関係者だからな。片月監督たちもラフムでダメージを負ったバビロニアアニメ視聴者の脳を守ったからな。ジークくんかコタロウくんあたりが火の神カグラを使うくらいのネタは覚悟しておこう。鬼滅ネタは本当に何かありそう。そしてリオ先生、 FGO のエイプリルフールのリオ先生依存はリオへによる新規キャラの追加って意味もあるんでよしあしあるんだけどね。何にせよ4月1日に黙っていられる企業ではないわよね。良くも悪くも同人サークルのまんまだからね。純粋さは失わないでほしいな。では、エイプリルフール15周年楽しみに待ちたいと思います。